基本的にはカミカミしてくれるので、あまり毒受けずに誘導することができます。はい、どうもシンです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、万能運搬生物バジリスク簡易トラップのご紹介です。バジリスクくん、重量軽減はないんですが、超重量を持てる運搬生物となっております。さらに戦闘力もあって、水中も対応している唯一無二の運搬生物となっております。引っ越しとかもそうなんですが、何よりもですね、今で行くとセンターであったり、ジェニシスの海洋マップであったり、ダンクル・オッセウスくんのお供としても、超優秀な運搬生物となっております。アークサバイバルアセンディットになりまして、冷水時代にあった土台に型塗り生物を埋め込んでテイムするという簡易トラップがうまく機能しなくなっております。今回はですね、テクノスケさんがご紹介されていたトラップにインスピレーションを得て、よりシンプルに作りやすくしたものになっております。テクノスケさん、トラップもそうですし、建築もですね、いろいろ紹介されていらっしゃいますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。最後に、皆さん、つまずくであろう注意点をご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。なお、今回も会員編集となっておりますので、ご容赦いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まずトラップの作り方なんですが、必要素材はこちら。柱が1本、屋根が4つ、壁が2つ以上となります。では作っていきますね。まず作る場所なんですが、高低差はあまり気にしなくてもいいんですが、周り石とかに引っかかってしまう可能性があるので、極力障害物はないようなところに作っていただくか、石とかは壊していただければと思います。柱を一番上の高さで設置していただきます。次に屋根をあります。これはまあ階段でも問題ないです。スロープだと角度が違ってくるのでご注意いただければと思います。今回は屋根で張っていきますね。4枚あります。このままだとバジリスク登ってきてしまいますので、扉枠でもいいんですが、両扉枠を柱の上にあります。この先でもいいんですが、この先だと横からですね、バジリスクあんまりないんですが、登ってくる場合があるので、ここに貼っといた方が安全です。トラップとしては以上となります。このトラップに関しては、両扉枠だとラベジャーでも誘導できますので、ご活用ください。ではですね、実演になるんですが、バジリスク特殊テイムとなっております。このように、有線欄を与えてテイムすることになるんですが、一番いいのはロックドレイクの卵を与えると効率がいいです。その他、毒ガスを吐いてくるので、ハザードスーツ一式を揃えておくようにしましょう。できれば、念のため、ワンセットぐらいですね、予備を持っておくと安全かと思います。サバイバーでもできるんですが、今回、生物に乗って、ラベジャーでやってみようかと思います。バジリスク、通常は地中に埋まってるんですが、ヘイトを取るとですね、出てきますので、この状態で、ここに上がります。離れているとですね、このように
毒ガス攻撃を放ってきますので、うまく誘導できれば顔がですね、この下まで来てくれると比較的楽です。顔が真下に来ると基本的にはカミカミしてくれるので、あまり毒受けずに誘導することができます。誘導がうまくいかずにですね、毒ガスばっかり吐いてくるようであれば、一旦ですね、下とかに降りて誘導し直してみるのも一つです。まあ、たまに吐いてきますけどね。あとはですね、自分のインベントリーから6レイクの卵を食べます。すると食べます。このようにですね。あとは少し待って、また投げます。先に投げといてもいいんですが、お腹減るとまた食べに行ってくれます。それですね、ヘイト切れて地中に埋まると食べないので、必ずヘイトを維持しておく必要があります。この下でもいいですし、下にさえ落ちればどこに落ちても問題ないです。ちなみに今、ラベジャーに乗ってますが、サバイバーでも一緒です。実はサバイバーの方が小回り効いて、やりやすかったりはします。毒吐いてきた時に毒食らう場合があるので、ハザードは準備しておいた方が安全です。この状態の誘導ができればですね、かなり楽になりますね。卵を捨てるときに、この扉のところに捨てると、比較的誘導がうまくいったりします。これでテイム完了ですね。今回はレベル低かったので4つでできましたが、必要数、これで与えていただくということになります。最後に注意点なんですが、バジリスク、ロックドレイクに撃退しません。バジリスク探すのにですね、ロックドレイクで探される方多いかとは思うんですが、このようにですね、ロックドレイクに騎乗したままだと、バジリスクは撃退しないので出てきません。同じく上に乗ってですね、先ほどのようにスロープに乗ったとしても、撃退が切れて埋まってしまいます。この状態だと、卵を食べてくれないので注意が必要です。この場合どうすればいいのかっていうお話なんですが、簡単です。ロックドレイクから降りればいいです。降りて上に登る、これだけです。あとは卵を扉のところに置いていれば勝手にいい場所を見てくれますし、少しこのスロープ上下するだけでですね、うまいことカミカミだけになりますので、誘導が非常に簡単になります。ロックドレイクですね、撃退されないので、このようにサバイバーだけで降りていてもですね、近くにロックドレイク行っても、そちらにヘイトが行くことはないので、安心いただければと思います。ただ、周りにですね、他の生物がいると、そっちにヘイトは行く可能性があるので、そこだけロックドレイクであらかじめですね、処理しといていただくと、ヘイムが非常に簡単になるかと思います。たまにですね、周りの地形とかによって毒ガス吹いたりとかですね、食らう場合はあるので、大体は1個でいけるとは思うんですが、念のため1セットぐらいハザードの予備ですね、持ってきていただいている方がいいかと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、バジリスクの簡易トラップのご紹介でした。バジリスクですね、運搬生物、超重量級であるにもかかわらずですね、酸素値がないので水中でも運用ができる唯一の運搬生物ということになります。ダンクル君とセットで使うとですね、非常に海中対処が効率的に行うことができます。もちろん地上でもですね、走破力結構高いので、アベレーションや他のマップでも運搬として特に引っ越しするときとかはですね、かなりいろんなものを運搬する必要が出てくるので、重量軽減ないんですが、超重量を持てるバジリスク君、非常に有効的に使える生物になっておりますので、今回 ASA になりまして、交配もできるようになりましたので、ぜひ厳選頑張ってみていただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、
Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。